バンドのロゴデッドロックは、ドイツ出身のメロディックデスメタルバンド。1997年に結成。メンバーは、ビーガンで、ストレートエッジを標榜していた。オーストリア・フィンケンシュタイン公演ドイツ・バレンシュテット。公演1997年にトビアス・グラフ、セバスチャン・レイチェル、ヨハネス・プレム、マイクが出会い、バンドのメンバーを集めた。 1998年の終わりに、ベーシストが、マイクからハンスゲオルクバートマンに代わり、デッドロックの初期のラインナップが完成する。1999年に、ナナバイナルを自主制作でリリースした。ウィンターレコーディングスは、このバンドに将来性があると考え、2000年に、I'll Wake You, When Spring Awakes をリリースした。その後、 トーマス・グシュベンドナーが加入し、ハンス・ゲオルク・バートマンからトーマス・ハウシュカにチェンジし、二人の新メンバーが加わる。2002年にデビューフルアルバム、ザ・ライバルをリリースした。後に、正式メンバーとなるザ・ビー・ネ・ベーニガーは、このアルバムの何曲かで、キーボードとクリーン・ボーカルを担当していた。同年、バンドに新メンバーを迎え、シックス・リーズンズ・ツー・キル・ウ・ウィンター・レコーディングスより、 スプリット CD としてリリースした。作り込んだオーケストラアレンジを加えてサウンドを発展させツインギターのメロディーとキーボードと女性ボーカルを加え骨太なサウンドを完成させた。その後トーマスグシュベンドナーからゲルトメンにチェンジ。2004年後半バンドはライフフォースレコードに移籍した。デッドロックはこのレーベル移籍によって デッドロックの音楽とメッセージは支援され、完璧なパートナーを得たとしている。長期間に及ぶ作曲活動とレコーディング後、2005年6月にアルバムが完成し、サードアルバム、アースリボルトをリリースした。2007年にフォースアルバム、ウルフズをリリース。このアルバムからザ、ザビーネ・ベーニガーが正式加入した。このアルバムは、日本でもサウンドホリックからリリースされ、 日本デビューを果たした。2008年にフィフスアルバムマニフェストをリリースした。その後、ベーシストがトーマス・ハウシュカからジョン・ガーレルトに交代している。2009年、初来日公演を開催。2011年にシックススアルバムバザロ・ワールドをリリース。日本ではアバロンレーベルからのリリースとなった。また、同アルバムから ザビーネ・ベーニガーがザビーネ・シェラーと名乗るようになった。同年11月に結成当初からのメンバーであったヨハネス・プレムが脱退。代わりにデッドロックではベーシストとして活動していたジョン・ガーレットがボーカルに転校し、空いたベーシストの枠に今までバンドのローディをしていたフェルディナンド・レバイキーが加入した。2013年2月、ゲルト・レーメンが脱退。その後、 フェルディナンド・レバイキーがギターに転向した。正式ベーシストは補充されていない。2014年5月、結成メンバーのトビアス・グラフが脱退し、ベルナー・アリエドルが加入。この交代により、オリジナルメンバーは、セバスチャン・レイチェルのみとなった。同年9月、トビアス・グラフが、同年9月2日にガンにより死去したことが、発表された。2016年4月、 ザビーネ・シェラーが脱退し、マルギ・ゲルリッツが加入した。結成当初は完全なストレートエッジバンドにしようと考えたが、その後、度重なるメンバーチェンジで完全なストレートエッジバンドではなくなった。それでもなお、結成当初からのメンバーは、今でもストレートエッジを貫いているメンバーは、全員、肉、魚、卵、乳製品を一切食さない、ビーガンである。 例えば、動物愛護を背景とした、畜産業への批判をモチーフにした曲なども存在し、その思想は歌詞にも現れている。ありがとうございます。